外へ出てきました。今日も行田です。ふうさん、靴とヘルメットが新しくなったので中上さんに報告です。シールドですが、いい具合に風を遮ってくれて楽です。サングラスをかけない分視界が広いです。上目遣いで見た時によく前が見えます。左も向いて、右向いて、こんな感じです。銀杏がいっぱい落ちてます。ぬかた橋に来ています。今年も鴻巣の花火大会、まもなくですね。四尺玉でしたっけ、上げる準備をしています。観客席の準備も進んでいます。あっちもまだ水がはけてません。荒川左岸 66.4 キロ、ちょっと雲が出てきました。もうしばらくするとお祭りが始まるんですよ。なので花はまだちらほらです。コスモスを見ながら枝豆を買ってる人たちがいます。大繁盛です。そろそろ時期も終わりですよね。ぼちぼち咲いてます。27日、この辺はバッチリだな。以上、コスモスが待ち遠しいふうさんとのぼでした。コスモスフェスティバルです。ねえねえ、水環境見学会受付場所って書いてあるよ。あるんだね、また今年もあるみたいです。大丈夫です、大丈夫です。メニューとかあります？メニューはこれメニューじゃない？はい、写真撮ってて、はい、これ待ってていい？はい、来ました、ケバブカレーライスと。おー、カレーライス美味しそう。すごいね。いただいてみましょう。そう、川越にね、年間20回以上来てるんですよ。川越の行田に、行田に、そう、行田に知り合いというか仲良くしてもらってる自転車屋さんがあって、そこにしょっちゅう来るんですよ。今日もそのついでなんですけど、これから行くんですけど、行田のエスニック料理のバルキさん、パルキさん、パルキさん、素敵なご主人です。美味しくてボリュームがあって良いお店でした。また来ます。はい、どうもお疲れ様でした。こんなお店です。ハラルもやってます。あんまり美味しかったのでケバブロールテイクアウトしてみました。2つ買って1つは中上さんにプレゼント、お土産です。美味しそうです。めちゃめちゃ重いの、食べてみてください。重い、手にずっしり響きます。それ食ったら手が長くなっちゃうね。うん、よし、次はこっちがいいかな。聞かないでもいいやん。猫のお店です。もう一匹、うん、ノボも行く。行田水上公園です。ぼちぼちイチョウが色づいてます。新しくオープンしたお家、カフェがあるらしいです。今日はホテイアオイがすごい綺麗です。
めちゃくちゃ綺麗です。新しくできた洋館の向かいですよ。日が傾いてきたのでお家へ帰ります。今年の鴻巣の花火大会は10月の13日。こんにちは、のぼです。場所は分かりませんが、また空気が抜けちゃいました。ということで、この子の出番です。やってみます。というわけで、ファストリスボーンやってみます。空気を抜いてアタッチメントを取り付けて、こいつをシューッとやればとりあえずいけるらしいです。行ってみます。ものは試しです。どうだ、いけ、シューって入ってます。まだ入ってます。こんなとこかな。もうこれ以上入んないかな。入りました。おお、ちょっと泡が、お、泡が泡が。こんな感じです。あわあわしてます。アタッチメント外します。そしてバルブを一旦閉めます。で、IRC さんの話では、あとこれで空気を入れておしまいということでした。なので、これから空気を入れたいと思います。ということで、あ、ちなみに小型のポンプ最近手に入れたんですね。中古で安かったです。なんとかリペアできたみたいです。サイドカットもこれだと救ってくれそうです。うちまで帰れるといいんですけどね。どうかな、行ってみます。あれから2キロほど走ってみました。なんともないです。空気圧は維持できているようです。うちまで帰れそうです。問題は明日の朝、空気がこれ以上抜けてなければ大丈夫だと思います。以上、のぼでした。